というのが僕と君が付き合うまで。正直自分で説明するのってちょっときついね。どれだけ僕が最低な男かを君に語ってるみたいだから。この後は6月から僕がどれだけ必死で君を口説いてたか話そうか。君に振り向いてもらうためにどれだけ頑張ったか実践を交えてね。なんなら今日泊まり込みで話したっていいよ。どう？わかった。泊まるのはまた別の機会にとっておくよ。でももしかしたら泊まるどころか一緒に住むことになる可能性もあるんだよね。君の選択次第ではあるけど。ごめん、見すぎ。僕のために紅茶を入れてくれる君が可愛くってつい目が向いちゃうんだ。君が紅茶を入れるのはバイトで見慣れてるけど、僕のためっていうのはなかなかないからね。記憶がなくなってバイト大変だったでしょ。すごく頑張ってたんだね。知ってたらもっとフォローに入ってあげられたのにな。そうだ、今からでもバイトの接客方法とかメニューについて教えてあげようか。パフェの作り方を教えた時みたいに。必要ない？ちょっと意外。そんなに素直にうなずかれるとは思ってなかった。最近の君は僕が教えることなんてないくらいきちんとバイトをこなしてたから。でも頼ってくれるんなら期待には応えたいね。じゃあ何を教えようかな。そうだ、メイドがご主人様の代わりに紅茶に砂糖を入れてあげるメニューがあるの知ってる？ちょうど紅茶入れたとこだし、それを。ああ、来月からも君がバイトを続けられるかはまだわからないんだっけ。君がご両親のもとで暮らすなら続けるのは難しいよね。でもその様子だと期待していいのかな。ともかく教えておいてあげるよ。ほら、スプーンを持って。ご主人様の好きな量だけ砂糖を入れて軽く混ぜて。そこまでは普通だけど、最後の仕上げがあるんだ。そのままスプーンで。あ、一緒にやった方が早いかな。ちょっと手を握るね。そんなに警戒しなくても、触れるのは手だけだよ。最後はこうしてスプーンでカップの中にハートを描くようにしてから終わり。君、それ無自覚だよね。そうやってちょっと赤くなりつつ上目遣いで見られたらひとたまりもないの。男はね、このままキスしたくなるし抱きしめたくなる。このメニュー復活させないように店長に頼んどこうかな。心狭いって言われるかもしれないけど、せめてハート以外のマークを書いてもらうように頼もう。あと教えといた方がいいメニューは、すぐには思いつかないな。君は何か確認しておきたいことある？復讐に付き合うのだってありだよ。今ね、すごく君を構いたくて甘やかしたくてたまらないんだ。記憶がない間誤解させて君を傷つけた分を今すぐに取り戻したい。僕は君のことがこんなに好きなのに、実際には悲しい思いをさせたってことがすごく応えてる。それにまだ完全に記憶が戻りきっていない君を僕に惚れさせたい。残ってる時間はほとんどないけど、あがけるだけあがきたいって思ってるんだ。ただそのせいで今すごく最低なことも
ちょっとだけ頭に浮かんでて、記憶をなくして弱ってる君を慰めて、そこにつけ込んでなし崩しに落としちゃえないか、なんてこと。女の子を優しく扱う術なら無駄に知ってるから、だから君のこともって、それくらい焦った気持ちも持ってる。結局僕はいつもそう、どうしても君を手に入れたくて、そのことしか考えられないんだ。あ、でもさすがにこの状況でそこまで卑怯な手は使わないよ。黙ってられずにこうして白状しちゃったくらいだし、今僕にできるのは自分の心を隠さないで君に本音でぶつかることかな。情けなくてもかっこ悪い弱音でも君に嘘はつきたくない。ついでに僕の弱音で君がうっかりほだされてくれたらいいなとも思っちゃうんだけど、なんて同情なんかじゃ落ちてはくれないよね、このお姫様は。本気になって口説こうとして簡単にはうまくいかなくて、ダメだった時は落ち込んで、じゃあ次はこうして君を喜ばせたらどうだろうっていろんなこと考えることができる。僕はね、今まで知らなかった、好きな相手に振り向いてもらうのがこんなに大変で苦しいことも、笑顔を返された時にすごく幸せな気分になれることも、君のおかげで知ることができたんだ。大好きだよ。言葉じゃ言い表せないくらい。できることならこれからもずっと僕のそばに君がいてくれたらって願わずにはいられない。ねえ、少なくともあと2日間はずっと君の隣にいさせてね。ダメって言われてもこれだけは聞けないよ。